新潟市の合併市町村新津市は新潟県にかつてあった市である。2005年3月21日の新潟市への編入合併によって消滅し、政令指定都市に移行した現在は旧小須戸町域とともに秋葉区を構成している。以下の記述は合併直前当時の新津市に関しての記述であり、現在では名称等が異なる場合がある。なお、 ここに記述されていない内容に関しては、秋枠などの記事を参照。新潟市への通勤率は28.4%。その名の通り船着き場として発生した新津は、江戸時代は、柴田藩領の在京町、王将山町として六歳種で賑わい、街道が分岐する交通の要衝の町として発展していた。その後、明治、大正期に入り、新津油田を中心とした石油の町、 新一駅を中心とした鉄道の町として栄える。その後は、柿花木、球根の生産地としても栄え、花と緑と石油の里をキャッチフレーズにしていた。市の南方は、新一丘陵が広がる。新一丘陵の周囲は、平野部となっている。市の東側には、阿賀野川、西側には品野川が、北側には、阿賀野川、品野川を結ぶ小阿賀野川が流れている。また、 市の中心部を南北に、新津川が流れている。野代川には、酒が遡上してくる。北から西回りに詳細は、新潟市の行政区域の変遷周辺中に、市町村との合併を参照に1889年まであった、新津村の区域。現在の新潟市や木曝、新津、古田1889年まであった、古田神殿の区域。 現在の新潟市秋葉区古田。西金沢1889年まであった。金沢神殿の区域。現在の新潟市秋葉区金沢町。ガラメギ1889年まであった。柄目メ神殿の区域。現在の新潟市秋葉区。柄目メギ。メシ1889年まであった飯流、日新田の区域。現在の新潟市秋葉区半流。 千八1889年まであった、タ屋神殿の区域、現在の新潟市秋葉区タ屋、中国。名誉2003年暮れに、京城駅となった新津駅は、JR 東日本の3路線が乗り入れるターミナルで、古くから鉄道の街として知られる。市内には6つの駅があり、一部の駅には、パークライド用の地。また、新津駅構内には、新津に行く、駅南側には、 総合車両製作所ニーツ事業所があり、新潟市社管内の要所として機能している。旧ニーツ市域の鉄道路線、駅市内を南北に循環する国道403号、ニーツバイパスは一部連続立体交差方式。亀田町から小須戸町までが一本の路線となっているが、古田交差点を境に、通称がニーツバイパスと新津南バイパスとに分かれている。一方、 市内を東西に横断する国道460号は、万越自動車道、ニーツインターチェンジ付近から、ニーツバイパス、大鹿交差点までの区間が、ニーツ東バイパスとして供用されている。詳細は、秋葉区交通を参照1969年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。